はい、えー、皆様、こんばんは。カープフォークス、乃木坂46番です。えー、本日1月11日、木曜日ですね。えー、先ほどですね、えーちょっと、先ほどもですね、あのーえー、西部からね、えー FA FA、FA 移籍、FA から、S、ソフトバンクに移籍してきた山川琴川選手のね人的保障のですね、えー、ニュースをね、ちょっとまあ動画をね上げさせてもらいましたけども、 えーとですね、さっきですねあの、ニュースあったんですけども、えー、なんとえっと、選手がですね、えっと、本当はあの和田投手だったんですけれども、えー、和田投手ではなくてです、ね、で結局、衝撃で下位、えー、の投手が、えー、人的保障で西武に移籍することが、えー、発表があったということなので、えー、お伝えさせていただきます。 えー、昨日はですね、あのー、和田投手がですね、まあえー、人山川選手の人的保障で西武に移籍するという、ね、ニュースがあったんですけども、今日もです、ねまあ、なんかちょっと急遽変更でもう甲の投手がなんと移籍すると発表したわけなんですけれどもねまさかに、まさか衝撃が続くっていうのはもう、もう勘弁してくれというところだったんですけども。 うですね、僕はですね、まあ、ソフトバンクのピッチャーのシーンは甲、ねまあ、貝の投手だったり藤井、まあ、投手だったんですけどもなんと貝の投手がねあの、まさか西武に移籍するっていうのはちょっとね痛すぎるなと思いますしまあいいピッチャーがいなくなるとね、ちょっとショックかなと思いますしまさかとは思いますけど。 球団だとね、まあ、まあフロントがねちょっとねおかしいしまあ、まあそのね、今までねこう中で、まあ、ソフトバンクでねプレーしていてね、まあ、選手がねいなくなるっていうのはちょっとね大きいかなと思いますけどもで斐の年はですね、えーえー、1996年の11月16日兵庫県生まれ兵庫県生まれで東洋大明治では主に 三塁手と東洋大進学校から投手に専念して、1年秋から、ね、リーグ戦に登板して、3年秋に最優秀投手,投手とベストナイン獲得して、2018年のドラフト1位でソフトバンク入りで,で、2019年の11月のプレミア22では、中継ぎとして優勝に貢献して、 で、そこからね、えー、2020年、えっ、ー、と2、2年目の12月に右肘の手術を受けて、2021年の5月に次戦復帰して、で、おととしの6月17日の楽天戦では、160キロをマークして、マークをしたということで、で、身長は188センチで9 0キロで、体重 92, 92キロで、右投げ、左打ちで、今季の、今季の水、 年俸が4,000万と残しているということなんですけどもまあ甲斐の年はね、まあ、まあ途中ねまあけもあってね、まあ、ちょっとね1軍当番がねなかった年もあったと思いますけどもまあそれでもねしっかりと手術をねしてねしっかりとね、まあ、回復をね待ってねそこから元気な姿でねまあ1軍に戻ってきたというのはすごい大きいかなと思いますけども。 えっとですね、まあここまでのね、ます、えー、日本のね通算をね振り返りをここまでの成績を見ますとですね、えっ、ー、と、えー、ここまでの、えー、当番はえーと、えー、通算当番ではえー百六十当番で勝利数がえ七、ー、勝でで負け 数は7勝8敗で11セーブで41ホールで48ホールドッペアなってでここまでのででこ,こから防御率が3.43分と大きく成績を残しているわけですけどもちょっとね、まあ、5年間ね、まあえー、なかなか登板数がねちょっと少なかったところもあったと思いますけどもまあちょっとね僕としては まあもう1年ぐらい、まだまだね、まだまだね、あカイン投手はまだまだ若いんでね、きっとね、ま今期からねまあ西武でね、まきっと中継ぎ陣でね、活躍できることをね、まあお祈りしています。まというわけでね、まあホーグスファンとしてはもう、あ寂しい気持ちはもちろんあるとは思いますけども、甲斐の投手もね、きっとね、衝撃だったとは思いますし、まあ本人もね、きっともう感謝しかないというわけなんでね、ま うんまあ、僕としては、これからのね、卓、まあ、球団に行ってもね、まあ、活躍できることをねお祈りしたいなと思います。なんで、まあ、ファンとしてはね、まあ、こういう衝撃なのはちょっとね、本当に僕としてはもうショックです。はい まあこれはもうまあファンとしてはまあまあちょっとねまあショックなんですけどもフロントがねちょっと悪すぎてねちょっとこういう衝撃なニュースはちょっと僕にはなんとも言いませんもうこれでねまあもう和田投手はねもう,もう移籍することは多分ないと思いますけどもまあね まあ来年、今季からね、多分もう開幕倒しでい、ね、くんじゃないかなと思いますし、これからまね、まあ、環境をね、作ってほしいなと思います。ではですね、えー、会の投手のね、ちょっとね、えー、コメントなんですけれども、えー、っとですね、ちょっとね、いろいろコメントを見ていきたいなと思います。